こんばんは、宮沢です。今日からシリーズでコーランをですね、読み上げていきたいと思います。岩波文庫で出てる井筒俊彦さんの役で読んできます。今新約聖書マルコ福音書も解説してるんですけども、私別にキリスト教徒じゃないんで、新約聖書だけ解説してると、なんか、あたかも、私がキリスト教徒みたいになっちゃうんで、バランスを取る意味でですね、コーランも解説していきたいと思います。で、本当は旧約聖書を解説した方がいいんですけど、旧約聖書は面白くないんですね、書いてあることが。で、ポイントだけ押さえてれば全部読む必要ないかなと思いまして、まあその必要性があればまた解説したいですけど、とりあえず新約聖書もコーランもですね、旧約聖書を踏まえてるんですね。で、踏まえて書かれてますんで、まあコーランに関しては書かれたっていうか、まあマホメットが喋った内容なんですね。マホメットって言っちゃいけないですね。ムハンマドって言わなきゃいけないですね。ムハンマドが喋った内容ですね。ですんで、まあ口語体なんですよ。で、コーラン、YouTube にコーランって検索してみると、コーラン喋ってるのありますんで、アラビア語で。聞いてもらえばいいんですけど、すごい気持ちいいですね、聞いてて。で、特徴するものなんですね。読み上げていくものらしいんですよ。で、まあ何ですかね、歌に近いですね。歌、日本では和歌みたいなもんですね。和歌の長歌みたいなもんですね。短歌だとあれですけど、長歌とか、まあ何ですかね、詩吟みたいなもんですね。詩吟みたいなもんだって言っちゃいけないのかもしれないですけど。で、アラビア語で唱えるのはコーランであって、文字に書かれて外国語に訳されたのはコーランじゃないって言うんですね。だから元々はその翻訳しちゃいけないって話になってたらしいんですけど、翻訳したものはまあコーランじゃないっていうのがおそらくイスラム教の方々の考え方なんで、私が解説するのはまあ日本語に翻訳されて解釈されたコーランということになると思います。で、まあ最近はそのイスラム国の問題で、だいぶイスラム教クローズアップされてきまして、もちろんその前からですよ。新宿の高島に礼拝施設ができたとかですね、イスラム教の方が日本にたくさん旅行にやってきてるんですね。たくさん成功の時計だか買ってくるらしいんで、まあインドネシアとかマレーシアの方、イスラム教の方多いんで、まあ経済発展してるところの人はお金持ちになってですね、まあ日本も円安になってんで、まあたくさん日本に買い物に来てるわけですね。これからたくさん磨けると思いますよ、イスラム教の方々。まあ一時はそのイランの人たちがビザなしに渡航できた時代があってですね、90年代初めまでぐらいですかね、上野公園にいっぱいイラン人の方いた時期もありましたけども、またたくさんイスラム教の方来ると思いますね。なんで、まあイスラム教の方は、まあ程度の差こそあれコーランの教えを信じておられる方々なんで、それをどういう教えか知っておくことは決して無駄ではないと私は思います。で、私は専門家でも何でもないし、イスラム教関係の本は実は 2,3 冊しか持ってなくてですね、小室直樹さんのイスラム言論、日本人のためのイスラム言論って本当、井筒俊彦さんのイスラム文化って岩波文庫から出てるやつしか知らないんですね。で、それだけで語っていいのかっていう問題ありますけども、まあこれ多分一番はコーランを読むことが一番重要なんで、あとはそんなにそれぞれの国で解釈も違うでしょうし、どういう世界観なのか分かってもらえば
イスラム教の人ってこうなんだって大体わかると思うんで、僕だって大体しかわかんないですけどね。じゃあでもイスラム教の人は確実にこうだっていうものもないんですよ、おそらく。だいぶその仏教徒があのいろいろな宗派に分かれてるのと一緒で、イスラムの人もいろいろ分かれてるんで、僕はそのアルコールとか飲んじゃいけないのかと思ってたら、そのこの前なんか一時有名だったその中田光さんっていうそのイスラム研究者の方いますね。今回の事件でもクローズアップされたわけですけど、あの人が YouTube で喋ってんの見たら、お酒は飲んでいいって言ってましたね。お酒は別に自宅で飲む分には問題にならないって言ってました。だから飛行機の中なら飲んでいいとかですね、外国に行ったら飲んでいいとかですね、いろいろそのイスラム教の国によっても違うらしいですね。サウジアラビアだとなんかどうだとか、 UAE だとどうだとか、いろいろあるらしいんですけど、まあ豚肉は食べちゃいけないと思いますけどね。アルコールに関してはまあちょっとどこまで厳密なんだかよくわかんないですね。まあそのぐらいなんですよ。だから日本の仏教もいい加減ですけどね、イスラム教もまあいい加減ってことはないでしょうけど、まあ濃淡があると、バリバリ信じて原理主義的な人もいれば、だいぶ緩い人もいると。それはキリスト教も何でもユダヤ教でもそうですけどね、ユダヤ教も超正統派っていう人もいれば、全くそうでもないって人もいるんで、まあそういうふうにグラデーションがあるってことですね。世の中何でもグラデーションがあるんで、白黒はっきりついてないってことは分かってりゃいいと思うんですけどね。ということです。で、一応コーランを解説っていうか、まあ読んで解説するほどの文章でもないんですよ。まあこれあの分かりやすいんで、そんなあの例え話が難しい、新約聖書みたいな、なんか禅問答みたいなのやってるわけじゃないんで、読めば分かっちゃうんですけど、大体読み上げるもんですからね、難しい内容だと読み上げても本当にお経みたいになっちゃうんですけど、コーランって分かりやすいんで、読んでいきたいと思います。でその中でその私が知ってる限りのイスラム文化について本で読んで知った知識だけちょこちょこ解説しながらお話ししていきます。で第1、開、まあ、開く扉と書きますけど、メッカ啓示全7節、慈悲深く慈悲あまねきアラーの皆において、讃えあれアラーよろずの主、慈悲深く慈悲あまねき御神、裁きの日括弧最後の審判の日括弧年の主催者、何時こそ我らは崇め祭る、何時こそ救いを求め祭る、願わくば我らを導いて正しき道をたどらしめたまえ、何時の恩怒りを被る人々や踏み迷う人々の道ではなく、何時を読みしたまう人々の道を歩ましたまえ。裁きの日って出てきますね。あのイスラム教でも最後の審判があるんですね。キリスト教も最後の審判がありますけどね。永遠の生命を受けるか死ぬかっていう。で、カトリックになると煉獄っていうのがあるんですね。罪を犯した人間が罪がその亡くなるまでの一点執行猶予期間みたいなのが死んでからあって、それから最後の審判の日に行くっていうですね、煉獄っていうのがあるんですね。だけどまあイスラム教にはその煉獄っていうのはないですね。ってことですね。だまあ同じ神様なんですけどね。アラーの神もユダヤ教のまあ、ヤハウェも、キリスト教のゼウス、まあ、一応同じ神だってことになるそうなんですけどね。父なる神ってやつですね。まあ、名前は違いますけど、まあ、同じだってことになってます。一神教の神ってみんな同じなんです。12ページ。メウシ、メディナ啓示全287。括弧288節。まあ、あの、番号振ってあるんですけど、番号2つ振ってあるんですね。で、なぜ2つ振ってあるかっていうと、2つ版があるって言うんですね。フリューゲル版とハイロ版というのがあるそうで。で、分かれてるんだそうですね。
新約聖書だと第何章、第何節って全部一緒ですけど、コーランは2つある。2つだか、もっとたくさんだかちょっとわかんないですけど、ということです。慈悲深く、慈悲あまねき、アラーの皆において、アリフラムミーム。これこそは疑念の余地なき書、恐れかしこむ人々の導きの書、すなわち不可知なるものを信じ、礼拝の務めを守り、我らの授けたまえた良きものを惜しみなく分かち施す人々。また、何時に掲示されたもの、並びに何時に先立って掲示されたものを信仰し、かつ来世を固く信じて、自義することなき者ども、かかる者どもこそ、己が死の導きの道を踏み行く人、かかる者どもこそ、やがて栄達へ至る日々。アリフラームミーム、ALM。三つの神秘めいた頭文字が何を示すかについては、実に多くの説が出されたが、結局本当の意味はわからないと。で、中が入ってあります。本文中に中がたくさんありますね。で、ALM、アリフラームミーム、これこそは疑念の余地なき典型の書。神を恐れかしこむ人々の導きの書。これ何のことかわかんないですけどね。その人々とはすなわち不可知なるもの。まあ、人間の知力で近づくことのできぬ暗く深淵な神の神秘ですね。不可知なるものっていうのは。で、中が書いてあります。を信じ、礼拝の務めを守り、我ら、ここの我らっていうのはアラーの自称ですね。神はその威厳を示すために自らを指し、複数で我らという。一神教なんですけど、複数形で自分のことを指すんですね。我らの授けたまえた良きものを惜しみなく分かち施す人々。我らの授け与えたものを惜しみなき分かち合う、分かち施す人々。記者っていうのはですね、なんですかね、イスラム教っていうのは税金がない代わりにみんな記者って言って、その喜んで人に与えるっていうか、施しを与えるっていう習慣なんだそうなんですね。ザッカートって言うんですけどね。これ小室直樹先生も言ってますけど、記者、施し、まあ仏教でも記者っていうのはあるんですけども、仏教の場合は記者は義務ではないけども、イスラム教は貧しい人への記者は義務であると。その広報 もう明確に定められていて、ザカート、記者の額は明確に決まっているそうなんですね。所得の40分の1、これを記者として出すと。それで信者が出した記者はバイトルマール、財産の家と呼ばれる場所に集められると。で、そのお金は政府の手によって貧しい人に分配されるということになってます。で、イスラム社会においては記者が税金の性質を持っているということなんですね。だから、神が与えたものを惜しみなく分かち施す人、自分の財産の余分を心なく困窮さに施すことは信者たるものの務めであるって、ここに中で書いたんですけど、イスラム教の人は、所得の40分の1は貧しい人のために、まあ、税金として、税金ではないんですけど、自分から差し出すと。これはもう、イスラム教で決まってることなんですね。だからイスラム教の教えが法律の代わりになってんですよ。だから法律はないんですね。イスラム教っていうのは法律はないですよ。もうコーランの解釈から法律ができてるんで、なんか日本とか欧米みたいな近代法がより、イスラム教の教えから作った立法を守ってると。ユダヤ教もそうですけど、それで国が運営されてんですね。じゃあ誰が統治してんだってなると、まあそれは私有らしいって言って、神権政治ってことなんですね。神が統治してると。だから神が40分の1を記者しろって言ってるから記者すると。神が言ってるというか、神が言ってることから立法学者が考えて40分の1が妥当だろうってことになってんだと思うんですけどね。で、それを記者、喜んで捨てると書いて記者ですね、やると。で、税金と根本的に違うのは、記者は信者としての義務であるから、その額を減らそうとしたりごまかすということはしないって言うんですね。それは、そういうことをやると万能の神アラーはちゃんと見破ってしまうと。
そうすると自分自身の来世に跳ね返ってくるんで、正直に膝しなきゃいけないということですね。で、懐に余裕の人はある人は40分の1以上寄付してもいいと。それを定かと呼ぶそうですね。これは義務じゃなくて任意なんですけども、所得の 10% から 15% が目安になっているそうです。で、貧しい人にザカートやサダカをしても、それで貧しい人に恩を売ったということにはならないと。記者はあくまでも義務であるので、記者をしたことで感謝をですね、お返しに感謝を強制することはできないし、記者をもらう人、貧しい人も人も卑屈になる必要はないんですね。で、感謝するとすれば、アラーの神に対しては感謝するということが小室先生が書いてますけどね。だから、なんていうんですかね、みんな神のもと平等なんですね。だから同じイスラム教徒だとみんな、まあ、連帯感があるってここから来てんだと思うんですけどね。ということです。で、また何時に掲示されたもの。何時っていうのはここでムハンマドですね。ここ全部この本はマホメットって書いてありますけど、一応ムハンマドって読む方がいいらしいんで、なるべくムハンマドって言いますけど、ムハンマドに掲示されたもの、過去コーラン、並びに何時に先立って掲示されたもの。ムハンマドの掲示したものはコーランなんですけど、その前に掲示されたものはモーセの律法及びイエス・キリストの福音ですね。これを信仰し、かつ来世を固く信じて治義することなき者どもかかる者こそ己が主を導き道を踏み行く人、かかる者こそやがて栄達に至る人々。だからまあコーランというのは6世紀に作られたんです。まあもうすでに福音書はあるわけですね。だから福音書を信仰してる人も別に否定はしないんですね。でもちろん旧約聖書はそれに先立ってありますから、まあイスラム教徒にとってみればイエスっていう人は預言者だとか、神じゃないけども預言者だっていう考え方なんですね。だからキリスト教だとその三位一体説で、イエスはその救い主で、で神だ、それがその父なる神、まあここではアラーと、あとホーリースピリットですね、聖霊と、イエス・キリストが、これ3つ合わせて1つっていう三位一体説を取ってるんですね。なんですけども、イスラム教からすればイエスっていうのはまあ実在する人間だったと。で彼は預言者だったと。でも神じゃないっていう、神じゃないだろうって考え方なんですね。だから別に否定はしてないですね。一緒に、まあ、神に仕えてんだから別に文句は言いませんということですね。ユダヤ教に対してもそうだと思いますけどね。モーゼに対してもそうだと。まあ、彼らは預言者であると。ってことですね。まあ、それがまあ、最初のところで、そういうことが書いてありますね。で、続きです。誠に信仰なき者どもは、お前、過去マホメットを指す。がいかに警告しても、また警告しなくとも同じこと、過去いずれにせよ過去だし、信仰に進み入ることはなかろうぞ。アッラー、過去呪術がここで一人称から急に三神人称になる以下同様のことをしは、風間をもって彼らの心を閉ざし、またその耳を閉ざしたもうた。またその目には覆いがかけられている。彼らには大きな懲罰が加えられるであろうぞ。一人称我らって三人称、我らって一人称複数だったり三人称だったり、いろいろこの叙述の中で変わるんですね。あるんですけど、なぜ変わるかというと、これはムハンマドが喋ってるからなんですね。いろいろ視点が変わるんですね。神自身がムハンマドの口を借りて喋ってるのはコーランなんで、ということですね。だから我らって言ったりはアッラーって言ったりするわけですね。ということです。続きです。また人によっては我らアッラーを信じ、イヤハテの過去裁きの
書くことで火を信じたまわるなど口先で言うものがある。実は全然信じてもいないのに。そのような輩はアラーと誠の信者たちと騙そうとかかっておる。しかし実は我と我が心を騙しているに過ぎないのだが、それには気づきはせぬ。彼らの心の中に病が宿っておる。願わくばアラーがその病をますます悪化させたまわんこと。彼らはやがてひどい懲らしめを被ることになろうぞ。嘘をついた罰として。口先で信じてんのに、アラを信じてるって言ってるのに、信じてない信者がいると。で、そういう人たちは、神であるアラも騙そうとするし、誠の信者も騙そうとしてるけど、彼らには病が宿ってるって言うんですね。で、まあ、悪霊が宿ってるとは言わないんですね、イエスのように。病だって言うんですね。で、病が宿ってるから、そういう病がどんどんひどくなってですね、懲らしめを受ければいいんだって言ってるんですね。ね、続きです。彼らに向かって地上で悪いことばかりするなといえば、彼らは何、わしらは世の中を良くしようとしているだけだ、などという。何の、彼らこそ世を堕落させる者どもだ。だが自分ではそれに気づいていない。また彼らに向かって、信仰せよ、みんなが信仰しているように、といえば、アホどもの真似をして信仰しろっていうのかで、などという、何たることが、自分たちこそアホなのではないか。だが、彼らにはそれがわからない。だいぶこのアラーの神っていうのはですね、人間臭いって、人格心じゃないですからね。結構まあ、語り口が、まあ、ムハンマドの語り口なんですからね。なんかまあ、軽妙な語り口で語ってますけどね。まあ、なんていうんですかね、嘘つきのやつがいるけど、そういうやつ悪いことするなって説教してもですね、世の中を良くしようって口答えするんですね。で、口答えして、嘘ついてることにも気づいてないと。だけど分かんないと。そういう人がいるって言ってます。続きです。信仰ある人々に出会えば、首相らしく我らは信仰するといい、仲間の悪魔どもだけになると、いや何、私たちは君たちの味方、ちょっと信者どもをからかっただけさ、などという。アッラーこそ彼らを愚弄したまうであろうぞ。そして彼らの頑なな不信をますます頑なとなしたまえば、彼らはただ当てもなくうろたえたまることであろうよ。彼らはアッラーの導きを売り飛ばして、それで名門を買い込んだ人々だが、彼らもこの商売では損をした。目算通りにいかなかった。かっここれは当時のアラビア商人の表現を使った言い方。まあ嘘つきの人たちも信仰のある人々に出会えば私も信仰するって言うけど、仲間の悪魔どもと一緒にいるときは、あいつら信者をからかってやってるだけだって、こう二枚舌だってんですね。で、アラーはそういう彼らを愚弄したまうと。で、アラーのお導きを売り飛ばして名門を買い込んだ人々、まあ、不信心者たちですね。彼らは商売で損をして目算通りにいかないっていうんですね。で、商売だとか目算だって、なんでこのアラビアの商人の表現が出てくるかっていうと、これは井筒俊彦さんのイスラーム文化って本によるとですね、そのイスラム教ってのは商人の宗教なんですね、基本的には。我々にとってみれば、もう最近にとっちゃもうすごい凶暴な宗教みたいに思ってるんですけど、砂漠にいてそのマシンガン抱えてる人がイスラム教徒だっていうイメージがだんだんついてきてしまってますけど、これ悲しいことにですね、そうではないって書いてありますね。違うんだと。これは、ね、都市にいる人たちの宗教なんですね、イスラム教って。商売人の宗教ですね。商業取引における契約の重要性をはっきり意識して、何よりも相互の真偽、誠、
絶対に嘘をつかない、約束したことはこれを守って履行するということを何にも増して重んじる商人の道義を反映した宗教だったのであります、って、これイスラーム文化の29ページに書いてあります。だから、都市にいる商人たちの宗教なんですよ、イスラム教っていうのは。で、砂漠の民っていうのはベドビンって言われるんですけど、この砂漠にいて、その何でしょうかね、砂漠にいる人たち、遊牧民みたいな人たちの価値観というのは、その都市で商売をやってる人の価値観と違うわけですね。で、コーランというのは都市の商人の人々だと。で、ここで今すごい不信神社って攻めてますけど、これ誰らのこと言ってるかというと、砂漠に住んでる人、ベドウィンどもは上辺だけ信者らしく見せてることが多いって言って言うんですね。だから、その砂漠でその遊牧民みたいなことやってる人たちを、まあ、不信神社だとムハンマドは攻めてんですよ。で、都市でちゃんと信頼関係ですね、クレジットの下で契約をはっきりして生活してる人、こっちが本当の信者だと。ちゃんとした商売人はちゃんとした宗教があるっていう、こういう考え方なんですね。で、ムハンマドが生まれた頃は、まあ、メッカもシリアも、まあ、商業都市があったと。まあ、もちろんユダヤ人もたくさん住んでたと。ユダヤ人もまあ商業の民族ですけども、商業や金融業が栄えてたんですね。で、そういうとこで信仰されてる宗教なんで、商人的な考え方を重要視すると。だから国際的な、言ってみれば誰でも信仰できる国際的な宗教なんですよ。だって国際的な商業都市で信じられてる宗教なんですね。そのメッカとメディナっていうのは、まあ、ちゃんと正確に発音するとマッカ・マディーナっていう、そうなんですけど、これはマッカ・マディーナって中田光さんもそうちゃんと発音してましたね。井筒俊彦さんがマッカ・マディーナって正確に発音するとなるって25ページに書いてありますね、イスラム文化の。ということで、国際都市での宗教だということなんですよ。で、ここで、最初の方で文句を言われてるのは砂漠の民ですね。ベドウィンたちのことを言ってると。まあ、アラーのお導きを売り飛ばす、そして名門を買い込んだ人々ってベドウィンのこと言ってんですかね。おそらくそうなんでしょうね。私の解釈ですからね、違うっていう場合は違いますんで、まあメールでもください。続きです。彼らを例えてみようならば、せっかく火を灯して辺りがポッと明るくなったと思う途端、アッラーその火を消したまえば、暗闇の中に取り残されて目の見えぬ男のようなもの、つんぼでおしでめくらだから引っかえそうにもよしがない。また別の言葉で例えるなら、一点にわかにかき曇って暗雲垂れ込め、辺りは真の闇、雷鳴陰陰とどろどき、電光戦線と輝くとき、その明度の激しさに死の恐怖に駆られて思わず指を両の耳に突っ込む連中のようなもの。だがアッラーは信仰者どもを全部ぐるりと取り囲んで、逃げも隠れもさせはせず、稲妻のひらめきに彼らの目は危うくくらまんばかり、パッと明るく照らすごときにちょっと歩き、暗く消え去れば立ち止まる。だがもしアッラーがその気になれさえすれば、彼らの耳の目も一度に奪っておしまいになるぞ。まことにアッラーはいかなることも思いのままに出したまを、人々よ、何時らの主に仕え祭れ、何時らを作り、また何時らより先の世の人々に作りたもうた何時らの主に。させればおそらく何時ら神を恐れる者、過去神に対する畏怖とは正しい信仰ということともなろうに。ってことですね。まあ、ムハンマドは、
ムハンマドが語ってんですね。アッラーって言うときはムハンマドが語ってんでしょうね。我らっていうときは神の声で、一人二役してるんでしょうね、これ。で、一人二役って分けてるわけじゃないですけどね。もう神がかってんですね。預言者ですからね、ムハンマドは。だ、不信神社は、アラーがですね、もうお仕置きすると。いうことです。だから、しっかり進行しろということですね。続きです。何時らのために大地を買い起きて敷どことなし早急を頭上に建立し早急から雨を下して様々の果実を実らせそれで何時らの日々の養いとなしたもを怠されば偶像の類をそれと知りつつアラーと人並みに崇めたりしてはならぬぞ。ここで偶像を崇拝すんなってことを書いてありますね。偶像偶像と知りながらアラーと崇めちゃいけないって言ってますね。もし万一何時らにして我ら過去アラー自身各有がしもべムハンマドに下した典型に疑念を抱きおるならばまずそれにたぐうべき他の典型と一緒に一下りさあここに出してみよう。アラーの他なる異神どもを何時らの証として呼び出してみるがいい。もし何時らの言葉は本当であるならば、しかし、もしそれができないなら、いや、絶対にできるはずもないが、その時は、かの地獄の豪華を恐れるがよい。人間と石、かっこ石で作った偶像のことを燃えしろとして、罰当たりどものために伝えられた豪華を。ここでまあ偶像崇拝するんだと。で、アラーとムハンマドの下した典型ですね。このクアルン、コーラン。コーランって言わないですね。クアルンって、クルアン、クルアーンって言うんですね、今ね。クルアンを、に疑念を持つならばですね、他の典型を見せてみろと。典型。他の教えを見せてみろと。で、出せるわけないじゃないかと。言うんですね。でそういう嘘をついてアッラーとムハンマドの教えに代わる他の素晴らしい教え本当の言葉があるっていうならばですね出せばいいし出せないんならそういう嘘をつく人間とその人間を作った石ですね偶像ですねは豪華で焼かれると地獄の豪華で焼けてしまいますと脅してんですねこれで続きです。ここでアラーはマホメットに直接言いかける。だが信仰を抱き、かつ善行をなす人々に向かっては喜びの頼りを告げ知らせてやるがよいぞ。彼らはやがて戦々と、川水流れる緑園に赴くであろうこと。その緑園の果実を日々の糧として供されるとき、彼らは言うことであろう。これは以前に地上で私たちの食べていたものとそっくりでございますと。それほどによく似たもの、かっこ見かけは地上の果物そっくりだが味は全然違うのでなお美味しく感じる。かっことし食べさせていただける上に清浄無垢の妻たちをあてがわれ、そこにそうして永遠に住まうであろうぞ。かっこ清浄無垢の妻というのは、子アラビア伝説で天上の楽園に住むと言われる神女フール、すなわち白石の乙女たちのこと。西洋ではペルシア化されたフーリーという名で有名で、海峡の天国の官能的性格を示すものとしてよく惹かれる。海峡の伝承によると、神女は死後楽園に入ると同時に彼女らに迎え入れられ、地上においてラマザーン月に断食した日の数と善行を行った数だけ彼女らと官を交わることが許されるが、しかも彼女らは永遠に処女であるという。ここでとんでもない教えが、とんでもないっていうか羨ましいというかすごい教えになってくるんですけどね。まあアラーがマホメットに言うんですけど、善行なしで信仰を抱く人はやがて緑園に行くんですね。緑園っていうのはまあ、パラダイスみたいなとこですね。天国ですよ。天国って言わないですよ。緑園って言うんですよ。緑の園と書いて緑園って言うんですね。イスラム教の天国は。で、そこには
地上で私たちが食べたものとそっくりなものがあるんですね。だけど地上のものより美味しいんですよ。見かけは地上の果物そっくりだが、味は全然美味しいんですね。あまおう、いちごはもっと美味しい。もっとなお美味しく感じるいちごがあるみたいな感じですね。こういうのも食べたい放題食べられると。で、正常向くのは妻たちをあてがわられて、そこに永遠に住めるって言うんですね。この正常向くな妻たちってのは、まあ、天国に行くと待っててくれるそうですね。これ男の人からの視点でしかないんで、これ女性からすると白げますけどね。断食をした数、善行を行った数だけ彼女らとセックスできるって書いてあるんですね。これだすごい教えですけどね。そういう緑縁があると。だから断食してるイスラム教の男性を見たらですね、これはもう緑縁でその数だけなんか交われるっていう下心ってこともないでしょうけど、そういう考えも、善行の数だけ緑縁ではいい思いするってですね、そういうこと考えてる可能性もあって、別にそれでもいいっていう考えなんですよ。そこ、ここまで聞いてイスラム教って、ああこんな宗教なんだって多分皆さん目から鱗だと思うんですね。なんか神器臭くないですね。なんか人間の砂取りをしに行くぞとか言って、そのガラリアコの周りでその弟子とか連れて歩いてですね、なんかパリサイ人に嫌がられながら布教活動してんのとは違うんですね。だいぶ楽天的というかですね、楽しいことしか考えてないですね。楽しいことっていうか、まああんまり欲望を否定しない、欲望に素直ですね。日本人の仏教とか考える天国とかと一緒ですよね。これ緑縁というのはキリスト教の神の国っていうのはそんなとこじゃないですからね。その正常無垢なる妻があてがわれるから善行詰めなんて一言も言わないですし、そんな考え方してたら永遠の生命受けられないっていうのはキリスト教ですけどね。まあそういうイスラム教はそうなんですね。誠にアラーは彼も何でも平気に例え話にお聞きになる。当時マホメットは彼に敵対する人々、特にキリスト教から彼に下る典型には、蚊とか蜂、アリ、蜘蛛のような卑しいものが例えに使われていることがことでひどい嘲笑を浴びせられたのである。信仰のある人々ならばそれが主の下したも真理であることがわかるはず。しかし無信仰の者どもはこんなものを例えとして一体アラはどうするつもりなのかなどという、かくして多くの人々を迷わせ、また多くの人を導きたまう。だが迷わされるのは悪徳の人々のみ。すなわちアラと固く契約を結んでおきながら、旧約聖書の場合と同じ海峡でも信仰は神と人との契約として表彰される。平気でそれを破り、アラーが娘と命じたもうたものをことさら断ち切って、地上に悪をなす人々のみ、かかる輩は滅びの道をたどりゆく人々。ムハンマドの例えがですね、例えがあんまりお上手じゃなかったのかもしれないですね。そのキリスト教みたいにその小難しい例え話を出さないんで、昆虫とかで例え話をしてしまうと。で、その例え話の下手くそさがですね、キリスト教からいっぱいツッコミを入れられて、ムハンマドはちょっとムッとしたらしいんですね、その当時。だけども信仰ある人々ならそんな下手くそな例えでも真理であることはわかるはずだって言ってですね、で無信仰の者どもキリスト教徒はそんな下手くそな例えでアラーの神は何をするつもりなんだって言うけども、そういうことじゃないと、アラーとの契約が重要でそれを破ることが良くないんだって、例え話なんかどうでもいいんだってことをここで言ってんですね。だから人間と神との契約なんですね。旧約聖書の
もちろんその一番ね、エクソダス、出エジプト記はモーゼと神の契約ですけど、でモーゼの十戒ってなんか石の板に書いたものを、その契約として神と契約としてこう書くんですけども、それを守って生きていくんですけども、それが重要だと。それはアラーと結んだ約束が重要であって、それを断ち切るのが地上に悪をなす人々だと。そういう人たちは滅ぶんだと。そこが重要なんだと言ってるんですね。言ってるんですよ、預言者ムハンマドは。続きです。何時らどうしてアラーに罰当たりな気持ちを抱いたりなどできるのか。以前死んでいた何時らを生かさってくださった、過去生まれる前無であったお前たちがお前たちに生命を与えてくださった過去と方ではないか。そしていつか何時を死に至らせ、また生き返らせてくださる過去最後の審判、すなわちよみがえりの日に過去と方なのではないか。そして何時らみんなおそばに連れ戻されるではないか。アラーこそは何時らのために地上一切のものを創造してくださった方。そして地上の創造が終わると、今度は急流に登って、それを均等に7つの点となしたもうた。過去古代の7点建設による、過去とじ誠にアラーはあらゆることに通行したまう。ここで何ともそのアラーが創造主だということを強調してますね。創造者、創造主であるから、そのお前たちを作ってくれたと。人間を作って、で最後の日には生き返らせてくださると。最後の審判だった。だからアラーの神は全能の神で何でも知ってるんだって、そういうこと言ってるんですね。続きです。さてお前、かっこマホメットの主、かっこアラーが天使らに向かって、わしは今から天上に我が競輪の代理者、かっこアダムのことを設置しようと思うと告げたもうた時、一度それに抗議していった。地上に悪を働き、流血の災いを引き起こすようなものを何時はわざわざ作りたものか。我らがこうして何時の賛美を声高らかに唱え、何時の聖なるかな、聖なるかなと称えまつっておりますのに、と。アッラーはそれに答えて言いたまうには、まことにわしは何時らの知らぬことも知っておるのじゃ、と。かくてアッラーは密かにアダム、かっこ人間の始祖アダム、過去とじに全てのものの名前を教え、過去旧約聖書創世記による、過去とじた後、それらのものを天使らに示し、さあ何時らこれらのものの名前をわしに言ってみよう、もし何時らの言葉が嘘でないならば、と言いたもうた。天使たちは、ああもったいない、恐れ多い、我らはもともと何時が教えてくださったものだけしか信じませぬ、まことに何時は至高の知者、思考の賢者に増しますというばかり。この様子を見たまおて、アラーは、これアダーム、あの者、過去天使たちを指すに物の名前を教えてやるがよいと言いたまう。そこで彼が皆に物の名前を教えてやると、アラーは言いたもうた。どうじゃ、わしが言った通りではないか。わしが天と地の秘義に通行し、何じらが外に表すことでも、合宿しておることでも、何でもみんな知っておると。かくて我ら、かっこアラーの自称、天使に向かって、ひざまずいてアダムを拝せよと言えば、彼らはすべて帰還したが、ただ一人、イブリース、かっこ聖書のサタンにあたる、かっことじだけは、傲岸不遜にもそれを拒み、かっこして配信の音となった。かっここの話は、旧約聖書にはないが、ユダヤ教のタルムードの中に見出される、かっことじ。そこで彼らは言った、これアダム、何時は妻と共にこの楽園に住み、どこなり好むところで果実を思う存分食べるがよい。ただしこの木だけは決して近寄るな。近寄れば不義を犯すことになるぞ。しかるにイブリースは二人を誘惑してこの木を破らせ、二人はそれまでの無垢の状態から追い出してしまった。そこで我らは言った。落ちてゆけ、一人一人がお互いの敵となれ。地上に何時らの宿があろう。枯れ初めの楽しみがそこにあろう。と。
しかしその後アダムは主から特別のお言葉を頂戴し、主は御心を直して彼に迎えたもうた。まことに主はよく思い直したもうお方。主は限りなき慈悲深いお方。我ら、かっこアラーの自称は言った。さあ、もろともに心から落ちていけ。しかし、やがて、わしは何時らに導き、かっこコーラーの啓示、かっことじを使わし、下し使わすであろう。その時、わしの導きに従う者は決して恐ろしい目に遭いはせぬ。悲しみに遭うこともあるまいぞ。だが、不信の徒となって、我ら、かっこアラーの自称、かっことじの下す、慎重、かっこ、奇跡を指すを嘘呼ばれする者はどもは豪華の住人になって永遠にそこにとどまらなければならんぞということです。アラーの神がアダムを作って全てのものの名前を教えたんですね。なんですね。でその天使たちにですね、使いの天使たちがいるんですね。この後出てくるんだが、大天使ガブリエルだかっていうのはいると思うんですけど、まあそれはいいとして、まあ天の使いがいるんですけども、アダムに物の名前を教えたんですね、アラの神で。天使たちにその物の名前を言えって言ったらですね、教えてやれって言ったらちゃんとアダムが教えたんですね。アダムっていうのはアラの神が最初に作った人間ですね。これはあの旧約聖書の創世記の1章から3章に書いてある話ですね。その音声は別に入れてあるんで、まあよかったら聞いてください。で、アラの神は人間を作ってですね、人間のことは何でも知ってるっておっしゃるんですけども、おっしゃってですね、天使たちに向かってひざまずいてアラに拝せよと言うんですけども、なぜか、まあ、サタンもいるんですね。人間を作ったらサタンもいたと。そのサタンがですね、アラーの神がアダムとイブがこの楽園に住んでいいと。ただし、何の果実でも食べてはいいけど、この木だけは決して近寄るなって言って、まあ、知恵の実を食べるなって言うんですけども、これ、旧約聖書の創世記に書いてあるのは、イブが騙されて蛇がサタンですね、イブリスですね。で、知恵の実食べちゃうんですね。食べてそのアダムにもこれは知恵の実じゃないって言って嘘ついて食べさせちゃうんですね。でそれ食べさせちゃって神との約束を守ったせいで楽園追放なんですね。これはあの失楽園というかパラダイスロストですね。でそのことがここにも書いてありますね。イブリスが2人を誘惑して食べちゃいけないっていう木の実を食べさせたと。で2人は無垢の状態から追い出されると、まあ理性が生まれてしまうと、現在が生まれると、キリスト教で言えば現在ですけど、まあ近代哲学では理性が生まれたと。で自分の罪を自覚するようになったと。でアラの神もお怒りになってですね、もう楽園から出てけって落ちてけって言ってですね、落とされたんですけども、アラは慈悲深いお方だから、落ちてったけど、落ちてったお前たちにコーランの啓示を与えるって言ってですね、でそのコーランにも守ってればですね、わしの導きに従っていけば恐ろしい目に遭わないし悲しい目にも遭わないぞって言ってですね、言うんですね。でも信じなきゃ一生楽園追放だぞって、そうやって言うんですね。いうことです。イスラエルの子らよ、ここからメディナ市のユダヤ教徒に呼びかけとなる。わしが何時らに施してやったかつての恩恵を思い出すがよい。そしてわしとの契約を履行せよ。さすればわしもまた何時らとの契約を履行しようぞ。このわしのを恐れかしこむのじゃ。何時らの 手元なるもの、過去旧約の立法、過去とじの真理の確証として、わしが天より下したもの、過去コーランを指す、過去を信仰せよ。過去コーランは旧約を否定するものでなくて、かえってこれを確証するものである。すなわち開教はユダヤ教の完成であるというのがコーランの立場である。
他に先駆けてそれに不審の情を抱くようなことはあってはならぬぞ。またわしの下した身長を安値で売り飛ばしたりしてはならぬぞ。当時のメッカの承認言葉かっこ閉じ。何じゃら、ただこのわしを恐れよ。かつまた真理の虚偽をの衣をかぶせ、悪いと知りながら真理を包み隠してはならぬ。定めの祈祷を全く正しく話し果たし、施しを心から出し、気配する人々と共に気ざす気配せよ。他人には経験を進めておきながら、自分では我がことを忘れ果てていいのか。常に聖典を読んでおりながらこれ式のこともわからないのか。忍耐と祈祷に助けを求めるがよい。無論これ過去祈祷は楽ではない。だが心低き人々にとっては重荷ではない。やがて過去来世において己が主に相賜ることを信じ、主のおそばに帰らせていただけると信じて踊る人々にとっては過去重荷ではないということですね。イスラム教徒に言うんですね、このメディナ市にいる。で、前に旧約聖書で交わした約束をちゃんと守れって言うんですね。で、このムハンマドのは旧約聖書を否定するものでなくて、ユダヤ教の完成がコーランだと。だからコーランを守れって言うんですね、ユダヤ教徒たちに。だからユダヤ教からイスラム教に改宗しろっていうことだと思うんですけど、で改宗しろって話ですね。まあユダヤ教からキリスト教への改宗はありますね。だからユダヤ教からイスラム教にここでは改宗しろっていうことなんですね。あの福音書っていうのはユダヤ教から、まあそのバプテスマのヨハネっていうユダヤ教の人から洗礼を受けてるんですね、イエスっていうのは。そこからキリスト教を作っていくんで、だけどまあ立法じゃなくて内面の信仰が重要だってキリスト教になっていくんですけど、イスラム教はまあ立法はありますからね。ユダヤ教の立法じゃなくてコーランを守ってけと。コーランは旧約を発展したもんだと、発展じゃないですね、完成したもんだから、コーランをあってコーランに沿った立法を守って信仰していけってことを言うんですね。だからコーランの定める祈祷をして施しをして気配せよと、そういうこと言うんですね。そういうことが分かんないのかって言うんですね。で、祈祷は楽じゃないけど重荷じゃないって言ってですね、来世に私に会えるんだから祈祷しろって言ってですね、言うんですね。で、続きです。イスラエルの子らよ、わしが何時らに施してやったからやったかつての恩恵を思い出すがよい。そしてまたわしらが何時らに他のすべてのためにましてや寵愛してやったこと、かっこユダヤ民族の先民性も、誰も他他人の身代わりになれず、取りなしも入れられず、償いも取ってもらえず、誰にも助けてもらえない日のことを恐れ覚えるがよい。かっこ最後の審判の日、各人は自分一人だけで神の裁きの前に立つ。かっこ閉じ。アラーはですね、ユダヤ人を寵愛した、特に寵愛したユダヤ人の先民性っていうものを保証してたことを思い出すって言うんですね。だからイスラム教に改宗しろっていうことなんですね、この論理から言うと。で、最後の審判の日には誰も身代わりになれないんだから、今イスラム教に改宗しなさいと。なぜならユダヤ教の完成形がイスラム教だからって、ここで説得してるということになります。今日は18ページまでお話ししました。まあこんな感じでたまに解説していきたいと思います。まあ一応他の勉強もしながら解説するんで、まあとりあえずの知識で解説することなんで漏れはたくさんあると思いますけど、一応皆さん初めて聞いてもらってびっくりしたと思うんですね。ああこんな宗教だったんだってちょっと触りぐらいは分かったもらったと思うんで、
まあ一緒に学んでいきましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。